不思議でも何でもありません、王子。あの冠を被った白鳥が魔法を使うのです。そういえば、あの湖の奥に行ったものはまだ誰もいないのですからね。しかし私には、あの気高い白鳥が魔法を使うなんてとても信じられない。しかし王子、現にアドルフはあの白鳥を撃とうとして石にされてしまったんですよ。もう二度とあの湖には近づかない方が安全です。王子様、王妃様のお越しでございます。 母上。ジークフリード、明日はいよいよお前が成人する日ですね。はい。お父上亡き後、明日からはお前がこの城の主になるのです。はい。ついてはその折、お前の花嫁を決めましょう。私の花嫁を？そうです。 一国の王たるべきものには妃が必要です。でも、心配いりません。近くの国々から襟抜きの美しい姫君を6人、明日の舞踏会にお招きしてあります。お前はその中から一番気に入った姫君を花嫁にするがいい。でも母上、私はまだ。いいえ、成人になるのですもの、一人でいる方が不自然ですよ。 それとも他に誰か好きな人でもいるのですか？いえ、誰もおりません。ではいいですね。はい。おめでとうございます、王子。弁の冗談はよしてくれよ。いくらこの国の王になるためとはいえ、 愛してもいない人を花嫁に選ばれば、ならないというのに。何がおめでたいものか。でも僕は母上の言いつけに背くわけにはいかない。仕方がないことです。それが王子としてお生まれになったあなたの運命です。そんなことは分かっている。 あの不思議な白鳥にもう一度会ってみたい。なんですって。なぜか心を惹かれるんだ。しかしあの白鳥は魔法を、もしあの冠を被った白鳥が魔法を使うのなら、ぜひもう一度会って石にされたアドルフを何とか助けてくれるように頼んでみたい。いけません王子。王子にもしものことがあったら。いや、私はあの白鳥が魔法を使うなんてとても信じられないのだ。しかし、止めないでくれ、ベンノ。 どうしてこんなところにこんなものが。アイス、アイス。何マルガリータ、見て、冠の白鳥のおかえりよ。 白鳥だけがどっかに行く。後をつけるんだ。はい。王子様は冠の白鳥を追っていくんだわ。よし。はい、早く。何してるの。へえ、僕も行くの。しまった、行き止まりだ。王子、もう諦めましょう。
なんて。よし、さすが王子様、たくましい。後の人登れそうもないよ。お待ちください、王子。王子。マルガリータ、危ないからもう引き返そうよ。そうはいかないわ。よーし、はいやー、あー、助けて。あ、マルガリータ待てて、マルガリータ。もうダメ、さようなら、おじさん。はあ、まったく、もう人の気も知らないで何が王子様だ。さあ、行くぞ。さあ、どこまで行くんだ。おお、なんというところだ。え、
ジークフリート様。なぜ私の名前を。あなたは一体誰なのですか。なぜ白鳥の姿に。私はオデットと申します。オデット、オデット、あなたは白鳥なのですか、それとも人間なのですか。私は人間です。魔法使いのために白鳥に姿を変えさせられたのです。魔法使いのために。はい。そして夜の間だけ人間の姿に戻ることができるのです。それじゃあ私の家来が石にされたのは。ロードバルドの仕業ですわ。ロードバルド。湖の森のほとりでフクロウを見ませんでしたか。そういえば君の悪いフクロウが。魔法使いのロードバルドです。フクロウのせいなのです。フクロウのせい。早くお帰りになってください、ジークフリード様。ロードバルドが必ず見張っていますから。それじゃあこの館がロードバルドの。